盾があるね。痛い。おお、すごい。ここにいる我を見抜いて正確に打ってくる。ボーイ、ケツガーケツガー、リンクのケツガー、痛い。ほら、あ、当たっちゃうじゃないですか。男子当たっちゃう、当たっちゃう。近寄るな、我に近寄るな。簡単に近寄れると思うなよ。当たっちゃうって。だから近寄るな。近い、距離感近いのよ。女子との距離感近いのよ。それがボコボリン3人衆とは違いよ。君との距離感近いの。帰れ、仲間帰ってだろうが。お前だけだよ、そこに残ってんの。いかにしろ、お前だけだぞ、そういうのいつまでもやってんのは。いい加減大人になれよ、お前。いつもお前だけなんだよ、一人残されて。当たっちゃうじゃないか。俺も距離感分かってないじゃないか。男子、どうやって回避したっけ。こっちか、男子見失ったようだな、下っ端ごときが。盾を持ってこい、盾を。来たな、盾野郎。お前だ、お前を待っていたんだ、僕は。お前と戦うこの戦いを3000年待った。待ってこい。3000、3、おっ、効かぬな。待って、ラッシュしちゃった。ちょっと待って、間違ってラッシュしちゃった。ラッシュダメです。武器の耐久度減るだけです。このゲームでラッシュ許されていない。ユウノさんの分、あっ、俺の盾使ったな、お前。ユウノさんの分だ、ビヤビさんの分だ、レイナの分だ、ヒルダちゃんの分だたくさんゲームやってきたからな。トキコちゃんの分だ、たくさん溜まってるぞ。言いたい名前はたくさん溜まってるぞ。ほらほら、いい加減盾を落とせよ。おい、どうした。いい加減盾を落とさないと苦しいぞ。お前、盾を落とさないといつまでもこの苦しみが続くんだぞ。いいのか、盾をいい加減落としたらどうだ。お前には過ぎたおもちゃだ。おいおい、早く落とすんだよ。お前、その手から盾を落とせ。それがたとえ婚約者が譲ってくれた盾であってもな。お前の、な、あれが、なんか、モニカちゃんが譲ってくれた盾であっても、あ、ごめん、モニカちゃんが譲ってくれた盾であってもな。それを私は奪いに来た。お前の盾が欲しい。むしろお前ごとも、お前が我が配下にくだらないか。テイマーとして。テイマーもありだ。テイマーはありにしよう。テイミングしてくのはありにしよう。ライネル、ちょ、ごめん、近い。距離感近い。女子との距離感近い。テイミングして、モンスター同士戦わせるのはありです。それはありとしましょう。ライネル連れてきてさ、ライネルの家にこいつら、撃ち抜かせて、倒すみたいな。それありでいこう。その後、ライネルをどう処理するかの問題は発生しうるけど。それはまあ、ちょっと、おいおい考えるけど。ライネル倒すの無理じゃねえか。ライネルとか無理じゃねえ。てか、お前いい加減落とせよ。いつまで頑張ってんだよ。まあ、諦めろよ。どこまで連れてくぞ、お前。谷底に落ちたいんか、お前。もういい加減にしろ、お前、この野郎。連れてくぞ、お前だけ一人。滑るな、お前。逃げれると思うなよ。逃げる。そういうこと。いや、君を倒したとこで僕に何の買いもないんですけど。何か得があるんですか？僕が君を倒すことによって何か得があるんですか？説明してみてください。得ありますか？得があるんだったら戦ってもいいかなってちょっと思うんですけど。どうなんですか？懐かしいだけですか？ちょっともう困ったもんだわ。引きこもりでそっから動けないんでしょ、きっと。俺なんかやってみてみろよ。その程度か？あ、それ跳ね返せるかな？上がってこいよ。見えないって。ちょっと待って。見えないって。ちょっと。今のカメラさんのせいじゃない？カメラさん側にちょっと火があると思うんだ、僕。跳ね返せるわけないと思うけど、ちょっと試してみていいですか？ピッチャー振りかぶれ。振りかぶれ。ちょ、ビビってる。食べるぞ、こっちは。来いよ。ダメかさすがにそうだな。これができたら、ブワーイ。これができたら苦労しないわね。そうだよな。いい肉団子があるじゃねえか。あれも任天堂さんが頼んで用意しといてくれたやつか。電話した甲斐があるぜ。まだなんか言ってんの？諦めろ、いい加減。おやおや、これは出番かしら。うわー、いい、うわー。こんにちは。はい、どうも、こんにちはでした。押せないんだけど、これ。これ押せないんだけど。ニンテンドさん、ちょっと配置間違えてる。あ、こっちですね。どうもー、隣の番。いてね。行ってない。いらねえなー。気づいてねえな、そしてお前。お前は。見えない力によって倒される。
そう決まっているんだ。ほら、くらえ。いないよ、いないよ、いないから、いないから。ほら、うれ、くらえ。ずるいぞ、お前、回るだ、ずるいぞ。うれ、うれ、やめろ、回るだ。うり、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 うり。重いな、お前、結構、結構、お前、重いんだな。お前、ちょっと、重いんだな。痩せろよ、お前。やめろ、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 回るな、回るな。やめろ、やめろ、やめろ。回るのルール違反、回るのルール違反、レギュレーション違反。うり、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 くそ、難しいな。やめろ、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 うり、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 く坂か、坂をうまく利用しようってことか。坂なんか登れないだろ、これ無理だろ、これ登らせんの。くっそ強いな。なんか一人でかかってくるあたり、お前は見込みがある。他のゴブリンたちとは違って見込みがある。なかなかやるな。ちょっとお前近い、距離感も他のやつと一緒なんだな。近い、はい、挟みますよ。ちょっとチクッとしますからね、チクッとしますからね。忘れた、僕のこと忘れた、僕のこと忘れたのね、忘れたの。あれだけよくしてあげたのに忘れたの、忘れたの、忘れてて、忘れて、忘れてる。男子、男子やめなさい、男子。やめよ、やめよ、それ。それ没収、それ没収、それ没収です。ダメ、ダメ。修学旅行で買ってきちゃいけないやつだから、それ。ダメなやつだから。木刀禁止してるから、うち。ダメだから。ダメだから、押せ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 。くそ。倒せねえだろ、これ。ダメージ一番入ってねえよ。引き殺されるとかないの、ちょっと待って。冷静だなお前、冷静に近づくな。鋭利な男子がいない、気になる、その岩。あ、気になるか。忍者みたいに隠れてんね。きついな、マジできついな。武器がないな、これ。武器がないな、なんか武器ないかな。え、そっか、岩飛ばさなくてもお前を飛ばす手はあるのか。許した、痛いんじゃないそれは。痛いんじゃね、さすがに。なんか来てるよ、ゆっくり。ほい。結構、結構痛いと思うけどな。結構が痛いと思うんだけどな。君は風に対してどういう反応をするの？あ、君も飛ぶんだ。そっか。会ってきたわけでもないけど。え、あの子。どうしたの、あの子。もう人生積んでるじゃない、あの子。あとは餓死するだけじゃない、あんなの。あの子、どうしたのかしら。どうしてあんなことになったのかしら、あの子は。あっちにもいる。あ、あっちにもいる。かわいそう。あの子弓矢でしょ？これ、溺死させられるんじゃないの？あ、おー、かっこいい。かっこいい。かっこいいよ。いい、かっこいい、かっこいい。やる。やる。あ、火くれるじゃん。ありがとう。火種くれる。ちょっと待って。もうちょい、こっち。もっとこっち、もっとこっち。もっと遠くに撃てる。もうちょい行ける。もうちょい行ける。やってみ、もうちょっと。てかさ、お前らさ、これさ、下手するとさ、自分で自分の使ってる風船に対して攻撃するんじゃないですか、これ。ここらへん。ほっ、あっ、一撃。卵いけるんじゃないの。ここ置いとくからさ、頼みます。あ、割れた、割れちゃった。頼みますよ。もうちょっとね、もうちょっとここ。ここよ。うわあ難しいな。はい、ここでいいの？指示中、ゼルダちゃんが指示したの、ここでいいの？はい。リス。リスのリスに。クリネズミとみたいな。あれはクリネズミだな。あ、プリケツ。こいつプリケツだな。あいつ、赤いやつはプリケツだったな。黒いやつはなんか、ゴリケツだったけど。中で配線繋がってんのかな、他の塔も動くから。それとも無線かな、無線で通信し合ってんのかな。起動スイッチ入ったもんな、同時に。だいぶ長距離の無線ですね。 Wi-Fi とかじゃないよね。始まりの塔、そして終わりの塔なのかな。金とかでそういう風になったりするのかな。始まりの塔に行くと歴代リンクが勝負仕掛けてくるみたいな。久しぶりだなみたいな。お前に俺たちうちから全部授けるぜっつって連続戦になるみたいな。トゥーン、トゥーンリンクとかなんかいろ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 なリンクと戦闘になるみたいな。
このね、ブレスオブザワイルドって一番後ろなんですかね、時系列が。それだったらそういう展開もあるよね。シーカーストーンの示す場所。これもう終わっちゃうんだね。使い切り使い捨てなんだね。100均のダイソーのやつかな。なるほど、激しい戦いがあったようだな。満月が2つ、そして惑星を取り囲むようにエネルギー波が回っている。さらには傷つけられた心ということだ。何かあるんだな。こっちはそれをツイートしているだと。ということだ。おじいちゃん、外来た。おじいちゃん、もうまた遅刻。おじいちゃん、じゃいい加減にしなさい。おじいちゃん、その空気だけ出すの。ちょ、連れてっか、ボコちゃんたち。ちゃん、こっちよ。あ、いい感じね、いい感じね。ボコちゃん、こっちこっちこっち。ボコちゃん、諦めないで。すぐ諦めないで、ボコちゃん。すぐ諦めちゃダメ。なんで諦めるの、ボコちゃん。ダメよ。諦めちゃダメ。来なさい。こっち来なさい、早く。早く来なさい。先生、怒ってんのよ。先生、怒ってんの。一人でいいわ。一人でいいわ。盾だけ置いてってくれればいいわ。はい、はい、いいよ。ボコちゃんこっちね、こっちね、こっちから上がれるかな、ボコちゃんだったら。ボコちゃんこっちから上がれる。何諦めてんの、何諦めてんの、どうして諦めるの。すぐ諦めるのか、もうダメね、ほんと。マグネキャッチ。あー、そういうことね。ふっ、何も分かっていない何もそういうことではない。お、来たなー、おひさ。画面上映ってる。おひさ、いい、一発目。はい、二発目。いい、ちょっと危ないか、爆発するか。OK、三発目。痛いな。あれ、そんな食らわないんだな。即死かと思ったけどな、今死んだかと思ったけど。なんか老いたなよく言いたい言葉、置いたな。置いたなって結構言いたい言葉ランキング高いよね。さては貴様、置いたな。はい、残念でした。そういう戦い？難しいんだけど、これ。はい、残念でした。待って、難しい、難しい。ダーンシーク、めっちゃ障害物が増えたけど。くそ、我が盾となれ、我が盾となれ、新緑の盾。ああダメか。遅いな、あまりにも遅い。行くぞ、高速アタックだ、高速アタックだ。おらおら、どうしたどうした、入ってんな。おらおら、どうしたどうした。おらおらおら、水が弱点なんだろ、実は。水が、くそ。我が盾となれ、我が盾となれ、撤回よ、撤回。おらおらおら、どうしたどうした、どうしたどうした、落ちろ。 OK、 お、やった。水落とせばいいんだ、なんだ。もう動くな。くらえくらえくらえ、どうしたどうした、おいおい、どうしたどうした、くらえくらえ、ビームビームビーム、撃つ撃つ撃つ。できないのかな、こういうの想定してなかった試練の人もこういうの想定してなかったんだろうな、リンクがこんな使い方するなんて。うーわ、いる、もういらっしゃるの、バカじゃねえの。ピン攻撃、ピン攻撃。ダメか。でも認証爆弾だね、多分。リモコン、これ爆弾が手に入るなら俺この縛りクソ楽な気もするんだけど、どうなんですかね。どうなんだろうね。これさえあればライネルに勝てるだろう。オッケー、あ、二つね、二つ入るのね。ということで最強のアイテムを手に入れました。もう朝だぞお前ら、ええ加減にせえよ、朝だぞ。で、あった、盾だ、やった。オッケー、盾さえ手に入れば、あ、最強のアイテムを手に入れた。おらよ、くれてやるよ。すぐできんの、吹っ飛ばしちゃったな。おらよ、くれてやるよ。蹴るんだな、結構ひでえな。
蹴るんだな、石と違って。そんな軽いんだな。こいつでバスケしようぜ、みたいなできるんだな、じゃあ。そっか。そっから狙える。これは避ければライネルに当たるんじゃないか。うまくいけばいけるんじゃないか。これ広がるか、むしろ。炎。火種。火種ゲット。あ、ちょっと。オッケー。さあ、これでライネルと戦う。大丈夫か？一回火つけて。火つけて。あー、ライネルの周りないな、あんまり。気づいてないな。あいつから武器奪っても、別に使いどころねえからな。戦う意味は感じられないんだよな。お。あー、あいつ自身が撃ってくるから別に体罰とかいらないんですか。この状況でライネルに勝てるとは思えんけどな。いや、この高さから落としたとてライネル死なないよな。ここだな。ここだな。これ落ちるのかな。こんなとこから落ちるのかな、ライネル。来いよ、ライネル。遊ぼうぜ、ライネル。来たじゃん、ライネル。あーこれはどういう判定になりますか？うっくーみたいな。おーおー、やる、ライネル。おいで、ライネル。ライネル。ダメか。ライネルも一緒に落ちてくる展開ないのかな。一旦、この崖際での微妙な位置で戦う。これ、ライネル嫌だろ。苦手だろ、こういうの。興味なくしてんの、お前。ライネル嫌だろ。ライネルちょっと嫌がってるだろ、ここら辺戦うの。どうした、ライネル。どうした？どうしたよ、ライネル。お、行くか？ライネル。どうした？どうした？どうした？ライネル、どうした？いつものお前じゃないな。お、やめろやめろ。範囲攻撃やめろ。範囲攻撃禁止だ。範囲攻撃やめろ。やめろ、ライネル。お！これは、ライネル自身に入ったな。ライネル自身に入ったな。お前の力が我が力となる。ライネルよ。頑張ってこい。ライネル。どうした？どうした？お前の力が我が力。やめろ、やめろ。なんとか今まで耐えてる。我が力となる。ライネル、おい、食らってるぞ、ライネル。どうした？ボワッケ。だが、戦術は見えた。戦術は見えたぞ。当たんないね、それは。我が盾となる。この岩に。その程度の、なんか上に向かってってなかった。バカだー。え、曲者撃てんな、あいつ。待って。そういや、曲者撃ってきた気もすんな。雷の。ちょっと待って。マジか。マジか、お前。わかってんだよ。お前が強くなっても性格はわかっている。俺は性格わかってるからな、お前。はい。はいはいはい。あっくぅ一発耐えたいよな。都合のいい女、ミハー連れてきたいよな。一発はちょっとミハーで耐えるぐらいのチャンス欲しいな。ここだ！オッケー。俺が食らってるように見えて実は食らってない。うまい！天柱が来る！天柱が来る！うわぁ、これ今いる位置に来んの？ちょっと待って、どの位置に来るのこれ、局者？おい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 。どうなってんだ？性格あるんだろうな。やんちゃな性格とか。激しい。性格とか。あるんだな。危ない気がする。危ねえ。射抜いているさ。天柱が来るな！気をつけろ！なんでや、これ無理じゃない？え、これどこに向かって撃ってんの？え？な、我に逆らうんではない。いかなる攻撃も我には当たらぬ。さあ来い、弓でな。避けれるかな。いや、弓で来いよ。ここら辺ライネさんの判断の変わり目？ここら辺ライネさんの判断の変わり目なの？この辺の距離感変わり目かしら？ライネルさんの。あら、この辺変わり目なのね。どうしたの？ライネルさん。この辺、なんか、あれね、遠近両両目がいの、なんか微妙な範囲なのね。そうかしら。封鎖できてんじゃねえか、ライネル。飽きちゃったよ。普通の雄たけび上げてるよ、ライネルさん。こっち見なくなったよ。なんでよ、なんで向いたの今、あーいって。こんにちは。ここね。いいよ。いけ。来い。くれい。ほら、くれい。どうした？
こいつなんかあんま何もしてないな。こっちが攻撃再生入るとしてくるのか。そういうことか。しかも横に三段なんだよな、あれ。壁持ってくるか。壁を持ってくればいいのか。壁の方が来いってやつか。そっか、その手があるか。